3番のパー4、菅野しっかり読み切ったバーディーパット。ああいう長いパッティングが入るとね、流れ作りやすいですよね。はい、今日トップと1打差、3位でフィニッシュをしているという高木の4番のティーショットです。うん、これも本当にいいショットでしたね。はい、もちろんこのホールバーディーです。6番のパー4、ルーキー正田のよく読み切ったバーディーでした。本当にパッティングよく入ってましたよね。はい、8番のパー5がこれまあおそらく明日以降の2日目3日目4日目もポイントホールになるんじゃないかという、グリーンが特徴的なホールなんですが、はい、荒垣しっかり計算してここへ寄せてのバーディー。川本も左から、うーん、素晴らしかったですね。はい、この傾斜をしっかり利用してこれもバーディーを取っていきます。今日10番ホールスタートの武田莉央が最終の9番ホール、ここまでスコアメイクにちょっとこう苦しみもたもたしたんですが、このロングパットを沈めて今日は1アンダーでフィニッシュという初日でした。さあ、そして17番ホール難しい難易度ナンバーワンのパー3、右手前に立ってるピンへ一直線、これは素晴らしかったですね。もうスピンコントロールの高さもね、技ありでしたね。しっかりバーディーを取りました。そして18番ホールは小祝さくらがここから完璧でしたね。スピンのバーディー、2位タイの新井優香のセカンドショット、ね、ピンに当ててね、ここ、まあ、当たらなくても、もう近いと思うんですけどね、今のはバーディーです。はい。